防災学研は生きるを支える科学技術を推進するということをモットーにしまして、キーワードとして情報プロダクツと、実際に防災を進めていただくのはそれぞれの現場の皆さん、川上から鹿児島に行くのだけではなくてですね、ユーザー側からのいわゆるマーケットインの視点というのが不可欠だ。言い換えれば研究というのはトゥーウェイのアクティビティ。防災学研160名以上の研究者おりますので、その一人一人がさまざまな情報プロダクツを作る、重ね合わせることによってですね、さらなる付加価値が生まれる、相互に重ね合わせられるような情報プロダクツ作りというのを、目指しているところであります。あ、自分のところに来る来る来るっていうのが分かるように、これのいいところは未来に降ってくるであろう雨が上空でできたときに早く検知できる、住民の方からの通報よりも早く情報が状況が把握できて、先に動きが取れる。その地域にとってめったにない大雨だった、つまり雨の情報をその場で大雨のまれさ、危険の度合いを示す情報に変換することができます。ここの地域が危ないんだよっていうことが本当にリアルタイムでピンポイントで、各自治体に伝えられたり、実際にその情報実行量 と、社会の防災力にかかる情報を重ね合わせた、プロダクツとして新しく作ったものがこちらになります。災害っていうのはこのハザードとそれから地域の防災力、これが掛け合わせたものだというので、なるほどなと思って非常に説得力があったと思います。どこの自治体に先にこう支援に行かなければいけないか、どこが大変そうかということが一目で分かる、災害対応者に提供されて活用できると、そういうことができると。こんなふうに同じ停電でもいろんな見せ方をクライシスレスポンスサイトでして、より分かりやすい個人だったり行政機関が意思決定できるようなものまで落とし込んでいったものを私防災プロダクツだと思っていますけれども、そういったものを作っていく、防災科研がですね、そういうものを言ってみれば全部をまとめるような情報インフラのような役割を果たすことができるんだな。浸水対策、逆流対策、水没対策というようなところがあります。雨が降ってきたときに何を対策しなきゃいけないかということと、対策をするとどうなるか、家の中にいてもいいのか、いちゃいけないのかというところが分かるような、そういうようなことになっていくといいなと。こんなにいろんなことやってたのかとか、あるいはこれ本当にすぐに役に立つよねっていうものが、はい、結構ありますよね。そうですね、啓発活動 の、 先駆者として防災学園で、ね、ずっとやってきてくれたドクターナダレンジャーと狙います。こんな感じです。もう一回やりますよ。やられたくてしょうがないというか、いいですか、両手でこれを支えて持ってってください。顔をつける感じでいきます。よーいスタート。災害を起こす自然現象、巨大であれば怖いけども、ちっちゃくしたらこんな楽しいものないじゃないですか。まさにね、それこそがね、防災教育の基本なんですね。これはあくまで測る場所、近所の方が南の海から湿った空気が来るので、そっちから取らないと6時間7時間という予報は良くならない。特に後ろのパネルでのこう発表をこうちらっと見る限りでも、随分これ役に立ちそうだなっていうのがある。池上さんと避難のことを話さなければいけないと。避難っていう言葉がなんかそう、本当にいろんな意味、それぞれの人によって全く受け取り方が違うということなんですね。そこが実は問題だっていうのが今日の話の一番の中心で、これです。日本語の避難には、2つの意味が
含まれていて、知る備える行動するという、これ三拍子揃えばって話です。そうそうです、うん、やっぱり自治体職員 の数と質の不足は本当に課題ですって。本当にそうですよね、うんうん、実は防災科研の発表を見ると、あ、こんなところに宝の山があったんだ、それをどう生かしていくのかってことを、ここから先ですよね、ぜひそれを考えていただきたいなと思います。